ただそれも家庭だけの話なので、うん、企業とかを足したらもっとこう膨れるわけなんですよね。そうですよね。その大きな原因となっているのっていうのは、まあ、いろいろ一言で言えないでしょうけど、家庭でだといろんなそのルール法律があるんだけれども、それに従わないと取引が将来ができませんよっていうことで、一つ挙げるとすると大きいんですよ。世界を広げる音が